ご視聴ありがとうございますこれよりお送りいたします作品は昭和6年評判講談全集第6巻より里見八賢伝それでは本文をどうぞ 里見八犬伝第一席名村雨丸これよりお話申し上げます里見八犬伝は極定馬琴先生が一生の心血を注ぎ28年という超実月の苦心によって出来上がったという有名な大作でございまして原本は「 106冊というタイプなものでございますからこれを残らず申し上げることはなかなか容易なものではございませんそこでこの旅はそのうちで一番面白いところだけをお話しすることにいたしました古老は夏吉元年4月の16日鎌倉勢を引き受けて足掛け3年の間 呂城を続けましたところの結気の城もとうとう落城もの浮目に遭いまして城主結気氏ともい以下家来の面々ことごとく枕を並べて討ち死にいたし氏朝が盛り立てて関東の公房と仰ごうといたした足利持討ちの次男春王三男 安王の料金たちもご分つたなく寄せての大将を上杉清方の手に取りことなってしまいましたこの時料金たちの森役を務めておったのが大塚小作三森という成の侍この小作が今年16歳に相なる我が子万作一森を人なきところへ呼び寄せまして。 万れ、まことに残念であるが今はこれまでじゃわしはどうしても若君方のご先祖を見届けねばならぬがそちはまだ部屋住みのみそれには及ばぬゆえ一方を切り抜けて武蔵の国大塚の里へ落ち延びるがよいぞはいその大塚は我が先祖の荘園今はただ名ばかりで 他人の領地となってはいるが古いゆかりがあるので千年若君の恩とも申してこの結城へ立てこもる時ソチの母と姉の亀笹を残し置いたソチもそこへ参って母上に紅葉を尽くし世の成り行きを見ていかようにもみを立てるがよいそれからこの一振りをソチに相渡す」と錦の袋に入れた一手 を取り出しこの一振りは我が主君十代の恩博士「村雨丸」と呼ばれる名刀であるが世にも不思議な名作で心に殺気を含んで抜き放す時は切っ先につゆしたたり人を切ればそのしたたりはますます甚だしくこれを打ち振る時は水気霧となって産卵なしさながら村雨の古賀ごときありさまそれで 村雨丸と名付けたものであるが千君持口公には若君春王様に御守り刀として授け賜ったのをお守り役のわしがお預かり申していたもの今これを措置に預けおくゆえこの度若君の御身筒が荒らせられず再び御分の開くその説は措置第一番に汗さんじてこの村雨丸を返上いたせ。 もし不幸にして去る機会もなき時にはこれを主君の形見といたして大切に保存いたし放代に伝えくれるよう父上のお言葉しかと承りましてございまする若君はじめ父上の行く先さえも見定めずおめおめここを落ちゆくことはいかにも不甲斐なくは存じまするが深く高事をおぼしめされる父上の お胸の内をお察し申し上げ涙をのんで何事も仰せのとおりつかまつりまする。はあさすがは我が子じゃよう我が心を組み分けて潔く処ちしてくれた父もうれしく思うぞしからば晩酌さらばじゃはもし父上そのおいでたちではあまりに人目に立ちまする総評の川不足なりと召しておいで遊ばしませ。 手前も臓氷姿で落ち延びようと存じまする」と万策は前々から用意しておいた臓票の皮不足を持ち出して父にも勧め自分も着用いたしましたでは父上場外までお供をいたしましょういやいや一緒に落ちてはお互いに心惹かれて不覚を取っては一大事道を違えて落ちようぞさらばせがれ に暮らせよ。父上さらばでござりまするこれが親子一生の別れとなるは必要を互いに口にこそ出さねども心は父に乱るる思いやがて正作は絡めて万作は大手を差しドっとなだれ込む敵の軍勢に紛れ別れ別れに姿を消してしまいました。ここで。 ちょっと有機合戦のいわれを申し上げておきますが足利六代の将軍義典公と鎌倉官僚の足利持氏公との間に仲違いができ影響を十一年というに義典公には大軍をいらして鎌倉方に攻め寄せ持氏公を宝告寺に押し込め爪腹を切らせてしまった。その時 次公の僧侶の吉成は父・持氏と共に自害いたしましたが次男の春郷三男の安郷両金ちは鎌倉を逃げ出して遠く下唄の結城氏友,友のもとに身を寄せましたそこで氏友は両金ちを盛り立て関東方の武将に仰ごうといたし結城の城に 旗揚げをしましまた将軍義典公はこの知らせを聞いて大いに驚かれすぐさま鎌倉の執権上杉清方に下地を下して勇気の城を攻めさせましたが城は氏友の一族労働と鎌倉の残党とによって固く守られておりますのでなかなか攻め滅ぼすことができず足掛け三年の今日まで 踏みこらえましたが城内に裏切り者などができその上兵糧もつきましたのでついに落城に及び氏友は討ち死に料金たちは生け取りとなってしまったのでございますさて小作はいかにもして料金たちの御先導を見届けんものと造兵姿に身をやつして城外へ逃れいで巧みに 敵の目をかすめて寄せての大将長尾稲葉之助の増評に紛れ込み密かにお二方の安否を伺っておりましたするとあくる五月になって料金たちは京都へ送られることになり長尾稲葉之助がその五相の役目を仰せつけられいよいよその月の十日というに春豪安王のお二方は 老に乗せられ、稲葉之助は204人の同勢を従えて警護いたし勇気を出発いたしました幸いにも小作は警護の増票中に加えられたので天の与えと大喜び何とかして途中において奪い取らんものと隙をうかがっておりましたが警戒なかなか厳重でどうにも手の出しようがございませんので。 虚しく泊まりを重ねてゆくうちに十六日には美濃の国青野ヶ原へ差し掛かりましたするとばったり京都の将軍家よりの使者に出会いました何事ぞと驚いた稲葉之助小沙汰の趣を伺ってみると春王安王両人ともわざわざ京都へいるるには及ばずその印だけのぼせよとの小沙 これを受けたまわった稲葉之助、同勢をほど近き、ある井の金蓮寺へ立ち寄らせ、十時に異彩を話し、その夜、土墓の境内に置いて、お二人の首をはねることにあなりました。増氷の悲しさに、小作は何事も知ることができません。ただ、日の高いのに、寺へ宿を取ったのに不審を抱いて、どうも、 様子が変だ。お二方のお身の上に関わることでなければよいが」と一人心を痛めておりまするとやがてにわかに妊婦どもを借り集めて寺の境内へ竹洗いを結び始めましたので「さては」と驚いたが今となってはもうどうする手だてもございません「ただただ気をもんで焦るばかりそのうちに竹洗いが出来上がります」と。 日暮れ頃から四方にかがり火を焚き中央に式川を敷いてたちまちのうちに用意万端出来上がりましたやがて稲葉之助には春王安王のご兄弟を屋来のうちへ案内いたし式川の上へ座らせまして「お二方に申し上げるおいたわ衆はござれど将軍家よりの御沙汰によって今宵 このところにおいて稲葉の助る印をいただくことと相なりました。お覚悟を召されよ。と言い渡しを受けた料金たちには互いに顔を見合わせましたがさして驚いた様子もなく「のう安をかねて申しおいた通りかくなることは覚悟であろうな。はい兄上よう覚悟しております。あの世とやらへ 父上母上にお目にかかることのできるのが何よりうれしゅうございます。ほうよう言うたほれ稲葉之助兄弟とも覚悟はうにいたしおる。はよう首打てさすがは由緒正しき良金立ち少しも悪びれたよぼすもなく紅葉のような手を合わせ首差し述べたいじらしいありさまに京都の使者も 並いる慶吾の子卒も顔を背けていずれも涙を飲んでいる有様「それ撃て!」という稲葉之助の下地に料金立ちの後ろに立った柿崎小次郎に西堀ン司という二人の立ち取りめい,めい霧塚かけたる一刀をすらりと引き抜き大上段に構えやっと撃ち下ろした刃の下に哀れ 料立ちの御首はコロリと前に落ちました。そのとたん臓氷の中からいきなり踊り出た一人のくせあれこそは料金立ちの森役大塚小作であるぞ本的そこ動くな!と」と大御所墓に名乗りかけるより早く一刀を抜く手も見せずずばらりずんと切りつけたから西堀とんじは 見事肩先から父の下まで切り下げられてばったり倒れるこれを見た柿崎小次郎を踊り込みざま持ったる血刀を振るって庄作の右の腕をパラリと切り落としはっとひるむところへつけいって振り下ろした二のたちにもろくも首はぽろり哀れ庄作は無残の最後その折またしてもらいを押し破って踊り込んだる雑兵姿の一人 群がる子卒を押し分けかき分け用金たちの御首をばよんでにわしづかみ名帆昭策の首を取り上げてその元取りを口にくわえ片手殴りの腰刀ただ一刀に柿崎小次郎を切り伏せ「大塚少策の一子万作勲譜の仙道を見届けん者と心ならずも戦場を打ちのびこれまで参ったその甲斐あって」。 ただいま御敵の片割れを討ち取ったり「我れと思わん者は絡めてみよう」うとばかり獅子奮陣の勢いもて荒れ回る若者の正体も知った稲葉之助「さては勇気の残党か宗くもつきまとうとは肩払いたしたの知れた若輩めそれ生け捕りにしてしまえ」とつかぼ叩いて下地すれば。 そこを固めた二百の子卒四方から絡めとらんとひしめき寄る晩作ユンデには金太ちの恩首口には父小作の首目手に一刀を振るいまして敵を選ばず真っ向をなし割り縦横無尽に暴れ回るので取り手も用意に近寄ることもできずただわいわい騒いでいるばかりすると不思議や 蛮索の打ち降る立ち先よりほとばしいずる水はあたかもさぎりのごとく四方を込めるますます切ればますます降り水星次第に増加してついにはかがり火までも打ち消してしまうというありさま。